チ立ナは、桜草花ヤブコウジ属の常緑小低木。葉は、常緑で冬に赤い果実をつけ美しいので、鉢植えなど栽培もされる。同属の万両に対して、別名、百両とも言う。従来の死にエングラー体系、クロンキスト体系では、ヤブコウジ科の種としていた。樹高は20から100センチメートルになる。茎は直立して、円柱形、単純であまり分子しない。 樹皮は茶褐色で若い時に粒状の褐色の炎の毛が生える。葉は五生し、葉心は狂乱形で長さ8から20センチメートル、幅1.5から4センチメートルになり、約8体の側脈があり、先端は次第に尖って生倉頭になり、基部は鋭く形。円には不明瞭で低い波状の巨子があって、巨子間に先定がある。葉は、葉質が厚く、 表面は、戦力色、無毛で光沢があり、裏面も無毛であるが時に多少細かい輪片毛がある。傭兵は、長さ8から10ミリメートルになる。下記は7月頃。果女は、三形状になり、傭液、または、破棺にある早落ち性の鱗ロコ型葉の脇につき、果女柄の長さは4から7センチメートルで射状し、10個ほどの花を下向きにつける。果敢は白色。 浅い皿状で深く五列し、果敢列片は長さ約5ミリメートルの卵型で、外面は無毛で先天があり、花柄の長さは約10ミリメートルになり、ほの毛が生える。額は深く五列し、額列片は強調楕円型で、長さ約2ミリメートルになり、多少の先天がある。融水は5個あり、果敢列片よりやや長く、約は強乱形になる。 死水は一個で花冠よりやや長く、死亡はほぼ休憩で無毛。果実は液化様の角化で、計6から7ミリメートルの休憩となり、11月頃に赤色に熟し翌年の4月頃まで残る。中に一個の大型の種子が入る。日本では本州、四国、九州、琉球に分布し、上緑樹林の林内に生育する。国外では中国大陸、 台湾に分布する。いずれも、常緑小堤木で、冬に赤い実をつける万漁、千両、本種、ヤブコと共に、正月の縁起物とされる。鉢植えにされ、庭木にも利用される。果実が白色、または黄色に熟す園芸品種もある。江戸時代の完成年間に、歯に、ブチが入ったものの栽培が流行し、高値で取引された。 江戸時代後期や明治時代にも流行したことがある。その後は大きな流行は見られない。現代は新潟県、島根県を中心に栽培されている。和名、学名はアストによる。ありがとうございます。